ウエストワールドは1973年のアメリカ映画5人のカルテの著者である小説家マイケル・クライトンの初監督作品2016年からは本作に基づいたドラマシリーズが HBO で放送されている最新科学で作られたテーマパークが暴走するという着想を後にクライトンはジュラシックパークに発展させた砂漠に建設された 巨大遊園地、デロス。そこは、アメリカ西部開拓時代のガンマン、中世ヨーロッパの騎士、そして、帝政ローマの豪傑という三つの体験が可能な、夢の世界だった。シカゴで弁護士を営むピーター・マーティンは、以前にも、デロスを訪れたことがある友人ジョン・ブレインを伴い、この遊園地へ遊びに来た。ブレインとマーティンの二人は三つある、テーマパークの一つ、ウエストワールドで、 憧れの西部劇ヒーローになりきり、アトラクションとして、アンドロイドを相手にした、銃撃戦や女たちとのロマンスを大いに楽しんでいた。しかし、ロボットのガラガラヘビが休んでいたブレインたちを襲い、ブレインが噛まれるということが起きる。決して客を傷つけないはずのロボットの故障を懸念した技術者たちは、施設の一時閉鎖を進言するが、上層部はこれを拒否する。翌日、 再三倒したはずのロボット、ガンマン406号が二人の前に現れ、決闘を申し込んできた。ロボットは人間を撃てず、人間は自由にロボットを撃つことができる。絶対に勝てる、勝負のため、ブレインたちは、当然受けて立つ。ところが、ブレインは撃たれて死んでしまう。身の危険を感じたマーティンは、その場から逃走し、管理室を目指す。一方、管理室では、 主電源を落としたことにより、扉が開かなくなり、技術者たちは皆、窒息死してしまった。何度もガンマン406号に追い詰められるマーティンだが、天気を聞かせ必死に応戦する。管理室まで追い詰められたマーティンだったが、ついにガンマン406号を倒す。そして、その場にしゃがみ込み、デロスに訪れたことを後悔するのだった。デロスでは、各種のロボットが稼働している。 これらは人間とそっくりの外観を持ち、人間に対して危害を加えないよう設計され、ある程度は自立しているものの基本的には中央コンピュータのシナリオに従って動作する。人間とロボットを外見で区別できるよう、ロボットの手のひらには消耗がない。デロスには3つのエリアがあり、下記のような時代や舞台が設定されている。1日の滞在費は1000ドル。 人間のゲストが持つ銃には体温感知装置が組み込まれ、ロボット以外のものを撃つことはできない。ありがとうございます。